悪くないんじゃない。ふざける。当たればいいね。うん、この時全然育ってなかったから。ブラボー確保開始。一応やってみっか。敵がボムドローンを稼働。敵がチャーリーにいる。強いね。普通に強い。目標アルファを確保する。これはだってまあ攻めようとなんて人差し指パワーがあればいくらでも。はあ。敵がアルファを取りに来た。2発切るぐらいか、ちゃんと当てれば。3発か、うん、2発じゃない。マガジンちっちゃいけどね。いや、でも火力十分すぎて、エイムが不十分だと。友軍 UAV オンライン。しばらく使ってみようかな。我々がリードやっぱ近距離は弱いから、ね、距離開けた戦い方意識した方が良さそう。そうかな。近距離でもなんとかなることを知る。敵がブラボーを取りに来た。まあまだこれノンアタも当然だから、まだまだ慌てるような時間だよね。飛んでんね。危ない。縦反動が割とでかいんで、これをアタッチメントでカバーしたい。あとエイムもカバーできるアタッチメントがあれば完璧かな。うんじゃねえ。うんじゃねえか。味方の UAV が旋回可能なアルファを支配した。UAV を展開可能。マガジンを変える。偵察飛行を要請する。レベルアップはバリ早い。UAV 目標チャーリーを変える。ああ。サングレネードを使う。エルミットを投げる。友軍 UAV オンライン。目標を。エルミットはダメージ、ダメージを与えるというよりも。すぐに来たす。うん。足止め要因な気がする。足止め。場合はね。マガジンを変える。いやでも一瞬レーダーに映んなかった。敵がアルファを取りに来た。全目標を確保。持ちこたえろ。UAV を配置した。 UAV スタンバイ。偵察飛行を要請する。目標ブラボーを確保。了解だ。全目標を制圧した。あ、敵がアルファにいる。ヘルミットを使う。敵がチャージ。よし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 。アルファを奪われた。あ。敵がブラボー。なんかさ、こんだけ音って響くはずなのにさ、音もなく近づいてくる。よくわからん。めちゃくちゃ音上げて走ってくるやつもいればさ、デスタがオンになってるだけかあれ。絶対デスタで。差せんのにびっくりだわ。ニューマガジンに変える。ニューマガジンに変える。10発って結構少ないんだよな。よし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 、アタッチメントだ。ミッション完了だ。あ、でも俺リロード症だから興味本位につけてみよう。敵二人来た時に発狂しそう。そういう時はもうハンドガンスパッと抜いてバンバン
ジョン・ウィックばりにやるしかない。あとはその辺は高速弾が一番強いと思うけどな。そう？まあまあなんかどんどんカスタムがえらい方向に。じゃあこの5発に全てを込めるという意味でバフをかけていこう。これマズルなんてそんな精密さを要求するものは選んから最後に高速じゃんつけて完成。一人殺すことに全力を注ぐ、うん、そうそう、あ敵絶対一人は殺すまんという武器です。よしこれでいく。これは面白くなりそうだ。え相談数 15? 持ち玉も減ってるじゃん。覗くの早っ。覗くの早い。それスカベンジャー的なやつで終わるじゃん。確かに。ちょっと、いや弾なさすぎ。ちょっとこれパークも変えた方がいいな。あ、切れんの早っ。もう弾ねえ。もう弾ねえな。武器は現地調達という大切さを。え、ちょ、あと一発しかないんだけど。やばすぎ。スナイパーじゃん。スナイパーですか？なんかマックスマンっぽいけど。え？スナイパー。なんで一発しかない？普通に当てれんじゃん。え？いや、俺はスナイパーは嫌いだから使ってないだけで。当てれるかとかではなくて。それはあの、反射が嫌いだからね。反射が嫌いだから。今の全部反射みたいなもんでしょ。きっつい。これはね、ワンキルの重みが変わりそうな武器だよ。でも威力はピカイチなのかな。いやまあ間違いはない。ダメージを食らってる敵に発砲する分にはもう一発で死ぬんじゃない。なんかドミネ向きではない気がする。ドミネ向きではねえと。フリーフォールとかで使ってみとかだと。フリーフォール。ああ燃えてるよ。来てるな。こうなるとね、あのリロードをしていない場合、今3発で倒さないといけないわけじゃん。霊夢力が5発切った。でも俺はやるよ。やばい。だからスカベンが欲しいね。やばい。こういう武器を使っているとそのハンドガンの大切さが分かるかもね。最後のマガジンだ。目標を2つ確保。たまらない。敵の UAV が稼働。あっかー。俺はハンドガンでも戦えると信じてる。イエス、よこしそれ。MP5 系。ダウン。
どう思う？5発と10発。敵の UAV が飛行中。10発の方がいいと思う。うん、俺もぶっちゃけそう思う。いや、あの、強いことに間違いないんだけど、フリフォで使うんだけど。だってこれであと7発。残り7発だろ。コスパ悪いって。ブラボー、確保開始。リロード中だ。見えない、何も。ブラボー取られるぞ。逆にさ、15発というマガジンもあったよね。ふざけんな、いろいろ遅くなりそう。あ、ミッション失敗だ、帰還しろ。5発がダメなら15発よと。15発。あとはあの、この高速弾の恩恵なんかあったかよくわかんない。高速弾の恩恵は基本的に着弾が速くなるから、いや、体感はしづらいと思うなあ。遠距離が早く倒せるってことだよ。さあ、これで5発、5発 vs 15発の仁義なき戦いに終止符が。15発の圧勝だわ。いや、間を取って10発が勝利するところが見えるわ。第3者入ってきた。あれ？任務は全目標、目標アルファを確保する。これドミネだよ。無理だよな。なんかスタートアップみんなとても遅かったけど大丈夫？敵にブラボーを取られた。明らかに遅かったよ。全員プレステ4。目標チャーリーを確保する。プレステ4。チャーリーを確保する。頼む。チャーリーを支配した。おお。待て待て、それじゃあマガジンのサイズどうこうしないじゃないか。取れるところは取って。ブラボー確保。敵がチャーリーを取りに来た。え、チャーリーを取りに来たって。我々がリードしてる。チャーリーを取られた。え、え、取るか。チャーリー確保開始。どういうこと？仲間がさ、びっくりするぐらいエーポに興味を示さないようなんだけど。アルファを確保した。どういうこと？敵の UAV が飛行中。リードを取った。チャーリーを確保する。取れるな。味方の UAV が旋回を始めた。アルファを取られるぞ。ちょ待ってよ、俺とか全然キルしてないんだけど。拠点周回前になってんだけど。旗取りだけでスコア1。まあそれもいいでしょう。拠点取るモードなんだから。マジで敵と合わねえ。お、ようやく A に興味を示したジャベリンの女。全拠点を制圧、安全を確保しろ。ブラボーを失った。
さ、なんかこういうさ、ドアの開閉いらないと思うんだけど、どう？いらないと思う。だよね。ドアは最初から開いてろって思っちゃう。なんかそのさ、ヴァンガードか BOCW だったか忘れたけどさ、破壊要素があったじゃないですか、扉の。あれはね、廃止したみたいなことを言ったんだよね。だけど、廃止してほしいのは扉なんだよね。どちらかといえば。後ろについた。マジでびっくり仰天レベルで敵と会えないんだけど。味方が UAV を配置した。 UAV に映ってないし、取れるし。目標を制圧した。カウンター UAV オンライン。チャイ。敵が攻撃した。ミッションを半分終えたな。ちょ、ま、リロードの速度さ、言うて遅くだけど、言うて遅くだけど、ブラボー取られるぞ。15発マガジン圧勝じゃないですか、明らかに。これはちょっと勝敗がついてしまったかもしれんな。チャーリーを取られるぞ。マガジンは多ければ多いほどいい。どっかのゴルフ13番さんは弾一発あればいいとか言ってるけど、15発あるなら15発あった方がいいよね。敵がカウンター UAV を上げてきた。敵の UAV が稼働。対処理してるもんね、違うね。対処理。あ、そういうね。ターゲットが1人なら弾一発でええやんという考えか、はい、あっちは。でも俺はターゲットが1人でも弾は15発欲しい。暗殺者失格だ。別に暗殺者を目指してるわけではない。目指してるの逆殺者なんだよ。逆むしろ俺がこっちから行ってみるってのはどうよ。はい。敵が全ての目標を抑えた。全てチャーリーを確保する。偵察飛行を要請する。了解だ。 UAV が配置にチャーリーを確保した。時代は攻め落とすね。いや、フルオートだわ。それは。今、ジャンプが早かった。撃つ前に。ジャンプボタン、もう割り当てなしにするか。撃つ前にジャンプしちゃったら、そりゃ負けるよ。あれは？この距離は4発なんだ。味方の巡航ミサイルが接近。アルファを確保する。ネルミッツ、味方のカウンター UAV が稼働。友軍 UAV オンライン。ラッシュが来るぞ。フラッ。ヘポンもヘポで、なんかシープと比べたら見ないといけない場所も多すぎる気がするんだけど。お前についていく。チャーリーを取られるぞ。しかも敵が覗く方が少し。この野郎、俺はハンドガン。マガジンを変える。どうするぞ。この調子だ。弱い。え、ジャベリン。今のジャベリン効果失敗じゃない。どうなの。よし。あっち。ミッション完了だ。よくやった。俺は毎回ドミネでちゃんと確保やってるぞ。偉いと思わないか。ドミネの鏡だもん。ドミネーターの鏡だもん。そうだよ。それに対して1とか言う人もいるし、中には0だっている。